がくれた。たくさんの優しさ、愛を抱いて、歩めと繰り返した。あの時はまだ幼くて、意味など知らない。そんな私の歩から、届かなくて怖いね。だけど追い続けるの、自分のストーリーだからこそ諦めたくない。その優しさを時には嫌がり、離れた母へ素直になれず、ほら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道、ほら歩いて。